でもね、ジャッキーこう見えるけど、まあ皆さんもね、ジャッキーの映画ご覧になってる方はもうご存知でしょうけど、彼はスタントマン使わないだけにね、もういろんな怪我事故があるんですよ。まあ、ね、そういうことでね、あのそう、またあの会場の皆さんにですね、アンケートを取ったんですよ。で定期たアンケートを取りましてですね、まあ、その質問もそうなんです、ね、質問ね、たくさんありますので、ね、それではジャッキーチェーン日本語でいいんだ、日本語通訳がいるんだからそれ日本語です、ね、飯村さんでございますね。飯村さんの質問でございます、ね、はい、映画の中でたくさん怪我をしたと聞いていますが、一番大きな怪我は何ですかということでね、一番怪我に関するのはかなりありますね。そこで、そこで我々ですね、ちょっとあの怪我の箇所をいろいろ書いたのをですね、用意させていただきましたので、ちょっとボードの方用意してください。どうぞ。すごい怪我してんのよ。そうです、怪我はアクションスターの照明、照明、このサンダーアーム、頭蓋骨骨折、脳出血、これよく死ななかったね。これは棒はこんですね。え、あるの、あ、なんか入ってる、鉄みたいな、なんか入ってるでしょ、ちょっとほら、なにこれ、なんか触ってこうぜ、触ってこうぜ、おー、どこどこどこ、ロングレイ、なんか入ってる、うわ、ジャッキー、陥没してるって、陥没してる、へこんでる、ジャッキー、引き分け、これは、これはしかし、やっぱり入院したりしたんでしょ、やめやめ、いいね、入院しました、だって脳出血までしてるわけ、これ世界的なニュースになりましたけど、なりました、なりました、再開しました、これどこにしてあれだけど、死ぬ寸前だったんじゃないの、ダディ、そうです、死ぬ寸前です、うわ、今なんともない、かわいそう、かわいそう、大丈夫、あ、やめ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 ね、あとはちょっと見てくださいよ、頬骨も、これもすごい、ポリスストーリー、あと歯も折れましたし、歯も折れた、じゃあ撮影で下顎も、下顎骨折、うん、それから今日これ胸、胸ので足とかかとと左足もそれでしょ、うわ、それで太ももも骨折、加山さんと出て、それからこれ、これは、え、何、骨盤と骨盤もここの部分です、肋骨、ああ、ここで左肩でしょ、体中傷だらけ、骨折だけは当たり前なんですね。いいよ、停画、いいよ、停画。ここも骨折しました。いいよ、停画、いいよ、停画、いいよ、停画。ここも骨折してます。そんなに嬉しがっていい人も珍しい。ね、怪我するためにやめようとは思わない。そうなんですよ。やめればいいのに。スタントマン使えばいいよ。スタントマン。もう慣れになっちゃってますから。あ、大丈夫よ。大丈夫よ。映画いい、大丈夫。映画が良ければ自分の体でやった方がいいということですね。すごいよな。同じ俳優としてよくわかります。さあ、続いての試合、いや、全然違いません、君、全然関係なく今骨折して、いや、申し訳ございません、いつも私骨折ってやってるんですけどさ